ばんは。こんばんは。こんばんは。100回目ありがとう。いつも公演前は緊張するの？する。いつもではないけど、たまに緊張する。今日も緊張した。ブルーベリー、ありがとう。こんばんは。あと、ありがとう。だるま、ありがとう。サーフの最近。初めて言われた。サーフの最近。ありがとうございます。だるま、ありがとう。2度目ありがとうございます。アンコール衣装はほぼ全制覇したんじゃないかな。長ズボンもやったし、ありがとう笑顔。長ズボンもやったし、ショートパンツもやったし、スカートもやった。全制覇したんじゃないかな。こんばんは、ありがとう。なんかめっちゃ寂しい。普通にめっちゃ寂しいです。どうもありがとう。こんばんは。あ、プレゼントありがとう。お手紙も届きました。ありがとうございます。頑張ったね、ありがとう。こんばんは。ケイツに来てくれてありがとう。ありがとうございます。あと、ありがとう。普通にめっちゃさ、X 早っ。ありがとうございます。めっちゃ久々に X 投稿したので、皆さんなんか近況報告でもしてください。返信。こんばんは。もうね、なんか本当に優しくて、 S の先輩方本当に寂しい。普通に寂しい。こんばんは、だるま、ありがとう。普通に寂しい、寂しい案件です。どうもありがとう。だるまありがとう。こんばんは。てか配信が普通に間に合ってよかったなっていうね。危なかったですね。あ、こんばんは。なんかいい大きい場所なんかいいんじゃない。考えたら時間なくなっちゃって、てか X にゆずぼさんとの写真もつけたかったんですけど、時間なかったかつけらんなかったので、明日のメールとかに送ります。今日はなんか配信できなくなっちゃうかなと思ってた。朝起きて、今日めっちゃ起きるの遅かったんですよ。めっちゃ起きるの遅くて、あ、やばい、配信してない。
と思って思ったソースだソース、なんか揚げ物ってお家じゃ食べないからって話前したじゃないですか。その通りだよね。まあ胃もたれはちょっとあれだけど、今日は割と揚げ物が多かった。どれ選んでも毎日アイドルですからね、はい、あ、朝は一瞬起きて送った。オープニングが断然青派です。だし先輩たちにも青の方が似合うって言われるし、普通にファンの人にも青の方が似合うって言われる。で自分も青のが似合ってると思ってる。そうなの、青のが似合ってるって言われます。あるわ。今日は君江さんがめっちゃ一緒に行ってくれました。でも写真撮れなかった。写真撮りたいなと思って探してたけど いなくて。前回撮ったんだけどなんかブレてて私あるあるブレてる。本当にね、ずっと一緒にいてくれました。うん、ね、おじりんさんブログに書いてくださってた。猫も好きです。だるま、ありがとう。めっちゃ楽しかったです。こんばんは。そう、なんかおじりんさんがねおうち計画してくださってて、こんばんは。
前髪ちょっと伸びました。なんか前におしりさんがなんかお尻の上に猫ちゃん乗ってるさ動画みたいな X にあげたじゃないですか。めっちゃ可愛い。なんかさ髪の毛がさ本当に伸びてきちゃってすごい跳ねるの。もうなんか衣装とかでここにさこうやってついちゃうとさ跳ねるから結構めんどくさい長さに突入してきた。朝もこんぐらいだと本当に寝癖皆無なんだけど最近すごい寝癖つく。まあ切らないけどそうなんだよね。ここを乗り越えたらだいぶ長くなるんだけど。ミュウさん同じこと言ってたもん。でもミュウさんは私ねパッツンボブ好き。一番最初にさ一番最近さパッツンにしてらっしゃったじゃないですか。あ好き。でもさこの子がさ本当にさめっちゃ育成されてきてさこの子が結構さ、もうこれだけでいいよね。もうこっち出す必要なくなった。でも、ありがとう。うん、触覚伸ばさない方がいいかな。ここら辺まで伸ばすよ。うん、ほらありがとうありがとう。まあ、食べながらお話しするとね、あのママに、ね、怒られるよ、みんなやったら。でももうよく考えたらさ、あさってじゃん、会えるの。あさってじゃんって思った。そうだよね。会えるのはあさってだよ。早くない？早くない？ってきっとあさって会ったらみんなやばい、サーターにもっと会わなきゃってなって、26、27も追加しちゃうから見てろよーってね。そうだね。このもうさボブサーター本当にラストだと思う。昨日美容室行ったの？決めてんね決めてんね。でもさ幕張もさ前回もさ結構さ完売難しかったぐらいさ難しいじゃないですか。だからこそいろんな人に来てもらったら余計嬉しいよね。
えー、そうなんだ。同じ部屋に幕張でやってるんですか。そうなんだ。ほんと？シャメは売り切れてる。そうなの？ツーショット会絶対楽しい。なんかちょっとシソみたいな味する。シソ入ってた今。うん、伸びた。入ってなかった。めっちゃしそな味する。うん、なんでだろう。え、しそ好きだよ。橋本さんとは仲いい。アウトオブの時にあの同じチームでしたね。一緒にコンビニ行った思い出があります。でもこうお話しさ、させていただく機会はさ、ね、もうないから、またお写真とか撮りたいなって思います。え、覚えてくださってるんですか。それはもうお久しぶりってさせていただきたいです。こんばんは。バイバイ。あと1分だって。明日、今日の写真送ります。いっぱいメールに。今日1回しか送ってない。まだすいません。明日送ります。X 見てね。 X 見てね。バイバーイ。おやすみー。